にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。すごく天気悪いんですが、前回に続いて千葉県に来ております。そして向かう先は白浜ですね。で、白浜にですね、白浜校舎という、校舎をリニューアル改修して、泊まれる施設がありまして、そちらに本日は向かう予定です。前回はですね、海沿いをドライブしたのと、そして今日天気が悪いので、今回は山沿いを走ってから少し観光をしてチェックインする形で、おそらく前半後半に分かれるんじゃないかなと思います。それではまず観光ですね、千葉県の酪農の里だっけな、そこに寄ってから行きたいと思います。ではドライブ楽しみます。デイ、いや、最近車洗車してなかったから雨降って助かりますね。ただで洗車できてますよ、助かる。トンネルですね、これね。初めて来たな。酪農の里着きました。すごいとこにあるな。これは来づらい場所にあります。で、お客さんも今のところ見当たらないですね。目の前に小川が流れてて気持ちいいです。そして雨が止んでくれまして、天気も少し良くなりましたね。では中入ってみます。登りきっつ。ヤギさんいますかね。いたいたいた。あー、群れを、あー、うんちしてるうんちしてる。群れでいましたね。あ、ちっちゃいのがこっち来ましたよ。餌持ってないよ俺。来た来た、こっち。すっごい近くまで来たな。何もないんだが、どうするどうする、どうしたらいいどうしたらいい。うまそうに、むしゃ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 、そんなに美味しい。牛がおりましたよ。牛さんがおりました。白牛と書かれておりましたけど、かなり大きいですね。これ12メートルぐらいあるんじゃないかな。今日は定休日みたいですが、このソフトクリームが有名みたいですね。酪農の里出ました。ああやって無料で入れて動物が見れたり触れ合うことができるスポットは嬉しいですよね。まだチェックインまで時間ありますので、野島崎灯台行きますか。千葉県最南端の、時間がまだまだ早かったのでローズマリー公園に行きました。相変わらずすごいわここ。そして雨が強くて、ふざけるな雨マジで。
ローズマリー公園いかがで、ああ見えてきた、ダイヤモンドヘッドビーチボーイズの、はい、見えますか。いやーローズマリー公園異世界観あってよかったですね。では野島崎灯台に向かいます。海だー、天気悪くてもやはり海はテンション上がる。野島崎灯台着きました。やはりいい雰囲気ですね。久しぶりに来たけど、奥まで歩きますか。食事どころがここ多いんですよね。結構何回も来たことあるんですけど、一度も食べたことないですね。これ房総半島最南端の中国料理屋さん、すごいな、ここで中華料理屋って。はい、灯台登りたかったんですけどね、天気悪いからな、今日はやめとくか。そして値上げしてるか、これ前200円だった気がするけど300円になってますね。なんか登らないって決断した後に天気がすごく良くなってきたんだけど、どういうことだこれ。磯遊びしたくなるね。やはりこういう場所来ると磯遊びしちゃおうかな。あんなところにベンチが。せっかくなのでベンチまで来ました。はい、ここからの景色サンライズポイントらしいですね。はい、座ってみます。はい、絶景ですね。風強くて俺の声聞こえてないかな。絶景です。磯の様子を見に来ました。魚は結構いましたね。ただ私が来ると逃げちゃってましたね。透き通ってますね。うわー、いいわ、見てくださいこれ、気持ちいいっすね。やはりそれでは3時過ぎましたので、本日の宿に向かいます。思いのほか3カ所行って楽しみすぎましたね。時間もだいぶ長くなってるんで、宿にチェックインします。宿チェックイン前に4カ所も観光スポットもあるという前代未聞ですね。これすごく楽しんでおりますよ。もう今度こそ宿に向かいます。着きました、白浜校舎さんです。すごいびっくりしました。本当にあの学校の跡地で、これすごくない、この部屋。いいのかわからないので、校門前から撮っていきます。壁画がありまして、子供たちが描いた